毎度ゆうきです。今日この動画では一番投票が多かったオールカマーの予想を発表したいと思います。神戸新聞杯の予想はまた土曜日の夜ぐらいにメルマガで配信するのでチェックしておいてください。馬の着ぐるみを買ってみた。どう顔見えへん。一応これ尻尾もちゃんとついてます。はい、というわけで競馬は人馬一体型ということで、私も人馬一体型で予想を配信していきたいと思います。まあ、この動画がね、初めましての人がこれ見たらちょっとやばいやつと思われそうなので、一応私の実績を簡単に出しておきます。私の YouTube チャンネルは毎週重賞の予想と競馬予想に役立つ動画をアップしているので、まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録と今のうちに高評価もよろしくお願いします。私の無料メルマガに登録すると今ならシンプル軸馬と競馬ガイドブックっていう2つの特典ももらえちゃうので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。では今からオールカマーの出走馬の中から私がピックアップして馬とそこから選んだ本命馬と改名を発表したいと思います。オールカマー中山芝 2200m G2、 今年は15頭で行われます。天皇賞秋の前哨戦ってことでね、まあそれなりのメンツが揃ったかなと思います。まあ、天皇賞秋といえば私はパンサラッサの短期大逃げで馬券を外したっていうのがかなりいい思い出になったんですけど、みんなは天皇賞秋の思い出どんなのがありますか？よかったらコメントで教えてください。中山のコースの特徴に関しては別で動画上げてますので、よかったら概要欄またチェックしてみてください。ではまず今回の出走馬15頭から私がピックアップした馬を発表したいと思います。私がピックアップしたのはキラーアビリティ、サボーナ、サリエラ、ステラベローチェ、西野レブナント、ミクソロジー、ラーグルフ、レーベンスティール、ロバートソンキーという感じで全部で9頭ピックアップしました。前走 G1 組が3頭いるんですけど、そのうち1頭は切って、ヤマニンサンバはね切ってみました。でピックアップした9頭を比較検討して私が選んだ本命馬はサリエラー。はい、まあ、ちなみにステラベローチェと悩んでサリエラにしました。サリエラの前走が天皇賞春なんですけど、あれはねちょっと過剰人気かなと思ってました。距離自体は今回の方がいいし、坂も問題ないと思います。というかこの馬は坂がない平坦のコースとかよりもこうやって坂があるコースの方がいいかなと思います。ただこう初の中山とその直線ちょっと中山やから短いっていうのが若干不安要素なんで、その辺は買い目でカバーしていきたいと思います。というわけで買い目なんですけども、3連複フォーメーションで1列目にサリエラとレーベンスティールとステラベローチェで、2列目も同じで3列目にキラーアビリティ、西野レブナント、サボーナ、ミクソロジー、ロバートソンキーって感じで、ピックアップしてた中からラーグルフだけ切って合計15点勝負にしようかなと思ってます。ただまあやっぱ15点はちょっと広がってるんで、当日ね馬体重とかパドックの様子を見て最終決定したいなと思ってます。あとサボーナの乗り換わりがねどうなるのかっていうところもちょっと気になってて、この馬なかなかちょっと押しづらいなと思うんですけど、唯一の4歳馬でね実績もいいので楽しみな一頭ではあります。というかまあサボーナは天皇賞秋出たいと思うんで、調整自体はしっかりしてきてるんじゃないかなと個人的には思ってます。じゃあ今日の動画が参考になったよって人は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。みんなのコメントも毎週楽しく読ませてもらってるので、よかったら今週の予想をコメント欄に残していってください。じゃあまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。もはや馬やな。でかいねんこれ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。概要欄から私の無料メルマガに登録するとめちゃくちゃわかりやすい初心者向けの競馬ガイドブックと、びっくりするぐらい超簡単なシンプル軸馬という軸馬の選び方をまとめたコンテンツが受け取れます。今まで競馬で全然勝てなかった方や競馬を始めたばっかりの初心者の人はぜひ概要欄から無料メルマガに登録してみてください。今まで3000名以上の方に配布していて、めっちゃわかりやすかったとか参考になりましたとか、こんな簡単なんだ盲点でしたみたいなすごい嬉しいコメントもたくさんいただいています。この2つの特典は予告なく配布終了する可能性もありますので、今のうちにぜひチェックしてみてください。私のこの YouTube チャンネルと他の SNS の方では自分がちゃんと実践しているノウハウしか公開していません。それから私はもう2018年からねこの活動をしているので、もうすでに400名ぐらいのコミュニティも運営しています。私は自分のノウハウにめちゃくちゃ自信がありますので、ぜひ私の動画やメルマガを読んで私のノウハウであなたの考え方をアップデートしていってみてください。それから最後にいつも動画を見てくれている皆さん、本当にありがとうございます。みんなのいいねとかコメントに励まされていつも頑張れています。これからもいいねとコメントをたくさんよろしくお願いします。コメントも全部読んでます。じゃあまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。